はい、こんにちは、トップガントイックです。今日はですね、トイックの単語についてなんですけども、公式問題集にね載っていた単語で、オーディナンスっていう単語ですね。これ条例という意味なんですが、結構ね難しい単語ですよね。シティオーディナンスとか言ってね、市の条例みたいな感じで、公式問題集では出ていたんですけども、これね、私も意味忘れてましたね。はい、で、英検1級の出る順、これボロボロですけどね、ここに載ってました。つまり英検1級レベルの単語ということですね。やっぱり最近ね、トイックも結構ね難しくなってきてまして、割とね英検1級レベルの単語をちらほら見かけます。はい、ただね、この単語に関しては別に分からなくてもね正解はできていたっていうのはあるんですけどね。やっぱりレベルの高い単語も900ぐらい目指すとね、やっといた方がいいと思います。で、このオーディナンスに似た単語でオーディナリーって聞いたことありますかね。普通のって意味なんですけどね。で、この反対語がエクストラオーディナリーですね。異常なとかね、これもねぜひセットで覚えておくといいと思います。これはねあんまりトイックで見たことないんですが、出てくる可能性は全然ありますからね。はい、ということで今日は以上になります。失礼します。